はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、チューハイです。焼酎ハイボールの、新しい味、カボスです。限定生産、甘味料ゼロの糖質80%オフ、アルコール度数7%の果汁が1%ですね。限定生産カボス。タカラ焼酎ハイボールは東京下町で、の大衆酒場で生まれた元祖チューハイの味わいを追求した切れ味爽快な辛口チューハイです。カボスはビタミン C とクエン酸が豊富な、豊富な、これみかんって読む？柑橘か。その強い酸味と独特の香りから古来より食酢として広く親しまれてきました。カボスのキレのある酸味をこの時期だけの限定生産でお楽しみくださいと。これ正直ね、買うかね、若干ためらったんですけど、なぜかっていうと、今まで焼酎ハイボールでね、なんか柑橘系がこれ多いんですよ。だから、これも、飲んだことあるんじゃねえかなと思ったんだけど、なんか限定生産って書いてあるし、あれ？と思って。俺飲んでなかったっけなと思って。これね、焼酎ハイボールって結構ね、柑橘系が多いんですよ。だから、シークワーサーとかレモンはあるし、あとライムもあるし、あとなんだっけな。なんか、みかんとかさ、いろいろあるんだよな。焼酎ハイボールってな。チューハイボールでくぐりますけど。じゃあ、乾杯。あ、これはそこまであれだな。本当いっぱいあるんだよな、焼酎ハイボールシリーズ。本当に。いっぱいあってさ、何飲んでなかったっけなと思って。わけわからんくなる。ほら、梅割りとかさ、ここら辺全部制覇したんですけど。で、しかも限定のが結構あったりするんで。だからあれと思って。甘くない。で、正直、シークワーサーと何が違うのか全然わからない。確かみかんとかもあった気がするんだけどな。で、何が違うか全然わかんないね。どうでもいいけど。シークワーサーとか、あとなんだ、ライムとか。これもうほとんど変わんないんですよ。ぶっちゃけた話。レモンはまあ変わるんだけどさ。限定でググると。これほんといっぱいあるからな。あ、八朔とかもあるんだよ。黄色みかんもあるし、八朔もあるし。もう意味わからんほどあるからね。正直何が違うかここら辺全然わかんないんですよ。ゆずもあるしさ。この焼酎ハイボールシリーズはほんと限定が多いんで。
ものすごい。お、すだちもあるんだぜ。お前、すだちとお前、これ、カボスの違いなんてわかるわけねえじゃん。すだちもそういえば飲んだもんな。何が違うか全然わからんもんな。本気で。うん。しかもさ、ただのシークワーサーじゃなく、だけじゃなくて、沖縄のシークワーサーってのもあるね。沖縄シークワーサーってのもあるし。何が違うんだよって。ほんと種類多すぎないか、これ。焼酎ハイボール。特にあの、柑橘系が、多すぎないか、ちょっと。さすがに、ちょっと、多すぎないですか。今まで何個出てんだよ。これ。マジでわけわからん、味が。もう、何が違うのかもわからんから。これカボスだよな。もうだから、あれ?と思うよね。ありすぎて。あれしかも柑橘系だしな。あれあったっけな。カボスあった気するなと思って。今まで飲んだ気するなみたいな。感じで。ちょっとあれでしたね。悩んだんだけど、まあ、いっかと思って買ったんですけど。うん。まあ、まずくはないですよ。うん。普通にシークワーサー的な感じで。ただね、この部類ってね、結局ね、限定ネタあんま美味しくない。美味しくないんですよ。うん。やっぱり、限定ってことは、ね。結局、うん。いつも売ってる、ドライと、シークワーサーとレモンが確かいつも売ってるんですけど、あれはやっぱりね、通常常時売ってるってことは、やっぱりそれだけ人気があるから常時売ってるんであって、うん。それにはかなわないんじゃないかな。ああ確か前飲んだ、ぶどう割りなんて、まずかったからね。個人的には。やっぱり一番はやっぱドライ。もうドライにかなう焼酎ハイボールはないでしょ、シリーズ的に。あれはうますぎるって、さすがに。焼酎ハイボールのドライはクソうまいからな。本気で。ドライは、さすがに美味しい。もうやっぱり、常に売ってるだけあるなと。うん。じゃあ甘さもあるんだよね、これね。ドライなんだけど甘さもあるんだよ。まあ、時点でレモンかな。うん。まあそんな感じですかね。うん。今まで飲んだ中で一番まずかったのは、ぶどう割りじゃねえかな。あれは薄くて、まともに飲めたもんじゃなかったな。確か。ものすごく。
本当にさ、あの、カボスとシークワーサーとさ、なんだ。ライムと、あと、ユズとかのさ、あの、明確な違いが全くわかんないんだけど。まあ、ユズは黄色いからまあわかるとしても、まあ、カボスとシークワーサーって何が違うんだよって。産地以外知らんだろ。変わらんだろう、だって。本気でわけわからんよ。すだちとかもあるしさ。すだちなんて何も変わらんだろう、お前。何が違うんだって、すだちって。名前変えただけだろう、カボスの。なんだよ、すだちだってま、あれじゃん。緑色だぜ。カボスも緑色だし、シークワーサーも緑色だろ？あとなんだ？あと多分また、まだあると思うぜ。探してみますか。だから、沖縄シークワーサーもさ、なんだよ、それって。そもそもシークワーサーって沖縄のもんじゃねえのかよって。ツッコミ入れたりですね。ああ、あとライムでしょ？まあ、ライムはまあ、まん丸じゃない。ああ、いや、でも、ま、いや、でもまん丸か。レモン型のやつもあるけど、まん丸型のライムもあるしな。ライムでしょ？全然わからんもん。違いが。意味不明ですよね。こんなもんあれですよ。農家の人で多分わからんぞ。ガチであの、農家の人も多分わからんと思う。だってお前、ねえ、今言った4種類のやつ全部その作ってる農家じゃないとわかんないと思う。カボスだけ育ててる農家がいたとしても、それの違いなんて絶対わからんから、他のやつ。100%。100%わからん。わからん。そういや、全く関係ないけど。あの、昔、4月ぐらいだったかに、あの、新潟の、酒の陣がありましたね。新潟酒の陣。あれ行きたかったんだけど、いや行きたかったんですよ。確かに。ただ、無理なんですよね。新潟にいながら。なぜかっていうと、俺そもそも新潟なんだけど、新潟市内じゃないし、結構離れてんだよね。どっちかっていうと、あっち方面なんだよ。村上方面なんだよね。いわゆる、上の方なんです。新潟の。上の方なんで、じゃあお前新潟の市内に、その、市内でその、ね、酒の陣やるって、新潟酒の陣って、まあ有名なんですけど、やるって言われても、まあそこまでまず、どうやって行くかですよね。じゃあまあまず車でもまああんま行けないでしょ？飲んで帰ってくるんだから。ということは、電車かバスで行くしかない。じゃあ電車で行きましょう。ね？バスは高いから、まあ電車で行きましょう。ってなりますよね。じゃあお前電車の、駅までお前どうやって行くんだよ。ここ田舎なんですよ。田舎なんで駅まで、車で20分かかります。うん。終わり。それでもう
論破です。弾丸論破です。もう、それでは終了。はい、終わり。バカかよ、マジで。あんなん行けるのあれだぞ。駅に近くに歩いて行ける距離の駅までね。歩いて行ける距離の人だけですよ。行けるの。行きたかったんだけどな。まあ、酒飲まない人間のに、車で連れてってもらってっていう方法もあったんですけど、確かにね。ただそんなのがいるかって。だって酒飲まない人間って酒嫌いでしょ、結局。っていうことはですよ。何のために行くんですか、その人。行く意味ないでしょ。なんか逆になんか、あれだよね、自分だけ飲んでうめえとかって言って、その人もうしょんぼりしながら待ってるって。そんなんあれやろ。そんなん、俺の両親が痛むわ、それ。ああ、でもやっぱこれあれだ、アルコール度数 7% だけあってすげえ。あれだ、来るわ。さっきなんだ、ヘリオスの空と海と大地と、呪われし姫君のビール飲んだけど。それ飲んでからこれが結構きついわ。もうだいぶ酔っ払ってるもん。ちょっと気になったんで、今度ウイスキーの竹鶴買おうかなと思ったるんですけど、竹鶴。竹鶴ちゃん。竹ウイスキーでもやっぱ角瓶が角瓶人気だな。どうでもいいけど、なんでこんな人気なんだろう。何度も言うけど、ブラックニッカクリアの方が100倍ぐらいうまいですよ、多分。俺の理論だと。俺の理論だと、ブラックニッカクリアの100倍ぐらい美味しい。本気で。嘘じゃないですよ、これ。何なんだろうな。角瓶黄色が売れまくってるんだけど。売れまくってるかどうか知らんけど。人気なのは間違いない。ああ、富士山麓も飲みたいですね。富士山麓。富士山麓に大無なく。あと、個人的に飲みたいのはサントリーのオールド。これも飲みたい。あと、シングルモルトウイスキーの白州43度。これも飲みたい。当然、ザキヤマさんも飲みたい。ですね。夜市飲みたい。夜市飲みたいな。スーパーニッカ飲みたい。あと一番個人的に超飲みたいのが、個人的に山崎よが飲みたいのがあるんですよ。俺がウイスキーの酒造の中で一番人気が、俺の中で一番、あれが、
好きな、ニッカウイスキーの、ニッカフロムザバレル。これが飲みたい。これ今度買ってこようかな。フロムザバレル。これさ、超飲みたいんだよね。ちょっと高いけど、500ml で1500円以上するかな。すると思うんだけど。これさ、何がさ、すごいかってさ、すんごい瓶がさ、ものすごいシンプルなんですよ。これでもかっていうぐらいシンプルなんだよね。何にも飾り気がないんですよね。うん。もうすごいんですよ、それが。それがまずね、すごい。多分他にはないですよ、ウイスキーの。他のウイスキーの中で。ここまでシンプルイズベストな、もうなんか、ってぐらい。え、これ何？これ商品なの？っていうぐらい。ちょっと一瞬ちょっと、なんかほら。うん。なんて言ったらわかんないけど、ちょっと目を疑うよね。あまりね、その味気がなさすぎて。うん。もうだって何の飾り気もないんだもん。飾り気どころか、もう文字もちっちゃいし、もうだから、全然違うんですよ。いわゆる。もう、他のウイスキーとは。だから逆にそれがすごいんですよね。いかにこの、目立ちたがらない。だけど、もう目立ちたがらない。つまり、もうなんか逆に絶対的な自信があるみたいな感じ。別にこんなん、パッケージなんてもうどうでもいいんだよ。っていう。パッケージなんてどうでもいいんだよ。ね。すべては味だと言ってるような、その感覚がすごいんですよ。感覚っていうか、ね、それがすごいんだって。うん。だからもうものすごく飲みたいんですよ。ただ、今現在、飲んでないウイスキーがですね、まだ残ってるウイスキーが大量にあってですね。ブラックニッカスペシャルあるでしょ？ブラックニッカ8年。まあ、だいぶ飲みましたけど、ありますよね。ジャック・ダニエル先輩。で、はい、リッチ・ブレンド先輩。で、角瓶の43度の黒角瓶。もうウイスキーだけでこれだけあるんですよ。ね。いや、これでも、まあ、多いと思う人は多いんですけど、あ、もう一個あった。あ、これがあった。これがあったわ。ブラックニカクリアブレンド先輩。まだ多分 1500ml ぐらい残ってる、これ。1.5 リッターはあると、これ。これ 1.8 リッターのやつだから、これ。ウイスキーだけこんだけあるんですよ。ほら。こんだけあるんですよ。で、ね、ウイスキーだけでこれだけあるんですよ。どんだけあると思ってるんですか？僕、酒の好きな俺にとって、俺は、ね。ウイスキーだけで、
ウイスキーだけしかないって思ってる人いないでしょ。まあ、どんだけあると思ってんの酒。マジで。もうカメラで映したいぐらいなんだけど。半端ないですよ。日本酒大量にある。まだ1年前ぐらいに買ったやつ。半年以上前に買ったやつ。1年ぐらい前かな。もう大量にありますね。酒動画用に買ったんだけど、酒動画が追いついてなくて、毎日だいたい2種類ぐらいずつ酒動画撮ってんだけど、それに追っつかないんですよ。なぜかっていうと、俺が買ってくから。追加追加でどんどん買ってくから、ビールとかを。追加追加で、あ、これなんか新商品だ、つってバババーって買って、追っついていかないんですよ。日本酒大量にあるでしょ？あと、芋焼酎が赤霧島に、黒霧島に、あと、これ以上言うとあれか、ネタバレになるか。今後の商品のね、ネタバレになるんですけど。まあ、あんまり言いたくないんですけどね。言わないでおきましょう。リスナーさんのためにちょっと。それの、結局酒動画のために大量に買ってあるんですよ。芋焼酎が、さっき言った赤霧島まだ残ってる。黒霧島の 1.8 リットル残ってるでしょ？あと、芋焼酎のレア芋焼酎1個残ってるでしょ？言わないですけど。あと、レント。黒糖焼酎レント残ってるでしょ？で、マリブ残ってるでしょ？で、アブソルートウォッカー残ってるでしょ？あと何残ってるか。あと大樹氷。焼酎香類の大樹氷残ってるし。あと、あれなんだ。マイヤーズのダークラム残ってるでしょ？あとは、カシスリキュール残ってるでしょ？あと多分、あとジンが、まだ飲んでないジンが何本か2本ぐらいあって、あと飲んであるけどまだ残ってるジンが2本ぐらいあって、で、焼酎がまた1本残ってるでしょ？あと、日本酒が多分10本ぐらい残ってるし。んで、芋焼酎がまた何本かバババーっとあって。何本残ってんだよ。30本以上あるぞ。どうしようかな、俺。なんか、個人的に心配なのが、賞味期限がないのが、だから、賞味期限が日本酒がちょっと賞味期限切れないかってちょっと心配なんです。一応日本酒ってなんか賞味期限はないっていうか書いてないんですよ。でもなんかググると、なんか1年ぐらいが賞味期限の目安らしいんですよね。だから、ちょっとやべえなと。マジで。1年経つぞ。本気で。本気で1年経つんですよ。マジで。1年経ちそうで怖いんだけど。まあ、日本酒は約、まあ、15度とか13度ぐらい。アルコール度数は。損害低いですから、まあ、賞味期限が1年ぐらい。なのはまあ、いいとして。まあ、あと、ジンとか40度とかのやつは、アルコール度数40度とか、そんぐらいのやつはまあ、別に永久保存は知らんけど、まあ、何年も保存できるんで、別にいいんですけどね。やっぱ問題は、日本酒です。1年で切れるんですよね。大体。
書いてないんですけど、賞味期限自体は書いてないんですけど。で、じゃあ日本酒だけ飲めばいいじゃんって言うでしょ。じゃあお前、これ賞味期限お前。あ、え？これ賞味期限2014年の6月だって。1年近くあるの。あれ？今2013年でしょ？の7月、まあ8月近くだけど。あ、10ヶ月ぐらい賞味期限あるぞ、これ。あ、じゃあ日本酒大丈夫だよね、これ。うん、まあいいや。でもとりあえずビールとかアルコール度数 5% ぐらい。これ 7% だから多分若干高いんだと思うけど。うん。それだったら日本酒大丈夫かな？うん。まあ、賞味期限書いてないぐらいだからね。賞味期限日本酒って書いてないんですよ。うん。だから大丈夫だと思うんだけどね。なんかメンタル面でちょっと、やばいなーっていうのがあって、それが、ちょっと気になるんですよね。うん。そうだな。多分大丈夫だと思うけど。まあ、とりあえず結構ビールとかを、俺が新商品だって言って、スーパーでね、見つけて、見つけたらもうね、速攻でバババーと買っちゃうんで、それがね、問題なんですよ。うん。まあ、でもだいぶ消化して、もうだいぶ消化してますね。あとビール一本残ってるけど、それ消化すれば、あ、チューハイあと2、3本あるな。どんだけあるんだよ、これ。なんか、どんだけあるんだよって言いながらちょっと、嬉しいんですけど。ちょっと若干嬉しさが込み上げてくる。あ、まだこんなにあるんだ、みたいな。まだ結構飲めるわ、みたいな。ね。まあ、それに伴ってないこの、ね、人気、ヨーツベのね。でも、ヨーツベに移行して結構、なんか、個人的には、いいですね。うん。ほとんど批判されないですか？うん。で、しかも、チャンネル登録数。まあ、俺のユッキーチャンネル。まあ、ヨーツベのコミュニティみたいなもんですね。に結構、十数人、入ってくれてるんで、すげえ。うん。ありがたいですね。うん。非常に、個人的に、ね。まあ、普段あんまりそういうこと言わないですけど。非常に、メンタル的にね。精神面でそういうのは元気もらってますんで。で、特に、コメントくれてる人ですね。まあ、ニコニコの、コテハンついてるファックスさんですね。ファックスさん。が結構、コメントくださってるんで、非常に、助かりますね。助かるというか、ありがたい。うん。非常に嬉しいです。ね、こういうね、感謝の言葉をね、なかなかね、こう、なんていうか、自分はちょっと恥ずかしがり屋なんで、あまり、言えないんですけど、まあ、感謝してます。うん。ありがとうございます。ということで、
このカボスはね、正直、もういいかなって感じ。もういい加減この緑色で、レモンのパクリみたいな、この、ね、こういう果物は、もう いらないかなと。いう意味を込めて、三つ星。ちょっと四つ星と迷ったんですけど、いや、よく考えてみると、ちょっとあんまり別にもう、シークワーサーとかと被りまくってるし、もうこれいっかと。三つ星。それではご視聴ありがとうございました。